岡山県内で生産される食品の販路拡大を狙います。食品の売り手と買い手が意見交換を行い、ビジネスマッチングを図るイベントが岡山市北区で行われました。岡山県内の食を扱う120の中小企業が参加した岡山県展示大商談会です。県内商品の販路拡大を目的に行われたもので、美作市で原木椎茸を栽培する農家や高梁市でもち麦を生産し商品化を進める有志団体など、出展者は県の内外から訪れた買い付けを行うバイヤーに商品を PR しました。カレーのルーを紹介したこちらの会社は、日頃商品を知らせる機会が少ないと参加しました。米粉を使ってアレルギーの方にも食べていただけるようにグルテンフリーの商品にしました。普通のカレーと遜色なくて美味しかったです。私どもの取引先ともしそのマッチングとかそういうのができたら、ぜひさせていただきたいなというのはありました。さらに県内の高校や大学4校も自分たちが考案した商品を PR しました。こんにちは、よかったら近くで見ていってください。お米と海苔がですね、県で採れたものを使っており、こちら野菜がたくさん入っておりまして、栄養満点のものとなっております。売り手と買い手が直接意見交換することで、新たな販路拡大の可能性を見出していました。出展されている企業さんの製品が採用されてですね、非常に販路が広がったというような例もございます。県内外両方にですね、岡山県の産品を広めていきたいというふうに思っております。主催した岡山県産業振興財団などは、今後も県内企業の販路拡大に向けた商談会を行っていきたいとしています。